U2 次プロジェクトシーズン2韓国合宿ファーストステージの個人レベルテストでステージに上がって、パフォーマンスが終わった後に、J.Y. パークさんから切実な努力だと言われたことです。これからもその言葉を忘れず、ずっと努力していこうと思いました。掃除音、ファイナルステージです。まさか自分がこうしてデビューすることになるとは思っていなかったので、すごく印象が残っています。 8月の日本デビューを控え、今後の活動への意気込みや抱負を教えください。ゆき今回、ありがたいことに日本デビューさせていただくことになりました。これからもっと僕たちの歌をたくさんの人に届けられるように、もっとたくさんの人に僕たちのことを知っていただけるように、これからもより良いパフォーマンスを目指して頑張っていきたいです。リハーサル中に感じたことはありますか春、テレビでずっと見ていた音楽番組で、 自分がこのステージに立てることにすごく感謝しています。階段を上がって登場させていただくこともすごく不思議で、すごくありがたいことで。そこからステージに移動して、ライド・ザ・バイブ、ジャパニーズバージョン。お日本のテレビで披露できることに、感謝の気持ちと不思議な気持ちがいっぱいでした。最後に、視聴者の方へのメッセージをお願いいたします。セータ ネクツが初めての日本の音楽番組に出演させていただくことになったのですが、今日この日が来るまで楽しみとドキドキという気持ちが毎日ありました。なので、今日は僕たちネクツにとってとても良い記念の日になったのではないかなと思います。見てくださった皆様の中には僕たちのことを知らない方もいらっしゃると思うのですが、僕たちの音楽と僕たちネクツという存在を、 今回を機に知ってもらって興味を持っていただけたら幸いですし、これからもたくさんの音楽を通してたくさんの魅力をお伝えできるように、日々精進して頑張りたいなと思います。